熊原武人は、宮城県角田市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。実家は、室町時代から18代にわたって続く、深山神社で、長らく官主を務めていた実父の三男として出生。幼稚園から北郷小学校5年時まで水泳を習っていたが、南式野球チームの桜ドラゴンズの選手募集チラシを見たことがきっかけで、同チームへ入団した。ただし、 入団3日目に右手首を骨折したため実際にプレーを始めたのは6年次の春からである。北住電中学校時代には軟式野球部で主に遊撃を守っていたが、柴田高校への入学後は自身の希望で投手へ本格的に転校。高校では春夏とも甲子園球場での全国大会と無縁で家族も実家で新職を継ぐことを望んでいたが、 地元の仙台大学から誘いを受け、同大学へ進んだ。大学時代には、2年時の春から仙台6、大学野球のリーグ戦に登板したが、腰痛の発症によって、周期リーグ戦に登板できなかった。3年時の春季リーグ戦では、エースとして4勝0敗、防御率1.71という好成績を残し、MVP とベスト9に選出。 チームは67期ぶりのリーグ優勝を果たし、全国大会へ初めて出場した。同大会では、福岡大学との初戦に9回に3を投げて1失点で勝利を収めたものの、チームは、次戦で浜口春香応用する神奈川大学に敗れた。大会直後に実施された第27回、ハーレムベースボールウィークに、日本代表の一員として出場した。 3年次の秋季リーグでは、東北学院大学戦で、ノーヒットノーランを達成している。リーグ戦後の11月には、NPB 球団所属の若手選手などと共に、日本代表として、第1回21優野球ワールドカップへ参加し、最速時速 150km のストレートを武器に、救援投手として活躍した。4年時には、春季リーグ戦に4勝0敗、 防御率0.63という成績で MVP に選ばれた。第64回全日本大学野球選手権大会では初戦で九州産業大学に敗れたものの13脱三振を記録した。周期リーグ戦では2勝1敗防御率1.05という成績で2度目のベストナインに選出。在学中にはリーグ戦通算23試合の登板で 171イニングを投げて13勝4敗、153奪三振、防御率1.42を記録した。2015年の NPB ドラフト会議で、横浜 DNA ベイスターズから2巡目で指名。契約金7500万円、年俸1200万円という条件で、仙台大学出身者としては、初めてのプロ野球選手になった。背番号は一となったが、投手では、 全身の球団を含めても、太陽ホエールズ時代の1950年に、岩本真一が着用して、以来二人目であった。2016年には、春季キャンプの一軍メンバーに抜擢されたが、大学時代に発症した右脇腹板が、オープン戦の期間中に再発し、公式戦の開幕を二軍で迎えた。5月3日の対東京ヤクルトスワローズ戦で一、軍公式戦に、 初めて登板すると、6月4日の対、千葉ロッテマリーンズ戦まで全て9円で10試合連続、無失点を記録するなど、前半戦は、9円投手として、経験を積んだ。7月12日の対中日ドラゴンズ戦から先発に、転校。転校2試合目の登板になった7月20日の対東京ヤクルトスワローズ戦で、5回を2失点に抑えて1、群発勝利を挙げた。 レギュラーシーズンでは、一軍公式戦で、通算18試合に登板。一勝一敗、防御率4.97という成績を残した。7月29日の出場選手登録抹消後は一、軍から遠ざかり、チームのレギュラーシーズン3位で迎えた、ポストシーズンでも、登板の機会がなかった。2017年には、レギュラーシーズンの開幕から、 イースタンリーグ公式戦4試合の登板で防御率1.08と好調だったため5月25日の第中日戦に先発一軍公式戦へのシーズン初登板で5回後、失点でシーズン初勝利を挙げたレギュラーシーズンでは一軍公式戦4試合にすべて先発で登板し3勝1敗を記録イースタンリーグ公式戦全体では十三試合の 当番でチームトップの7勝を挙げた。チームはレギュラーシーズン3位、クライマックスシリーズ突破を経て19年ぶりに日本シリーズへ進出したが、自身は前年に続いてポストシーズンで当番せず、日本シリーズの出場資格者名簿からも外れた。オフには請求力の改善に向けてフォームの改造に取り組んだ。2018年には背番号を22に変更。 イースタンリーグでは公式戦18試合の登板で2勝4敗、防御率3.29という成績を残したが、入団後初めて一軍の公式戦へ登板せずに、シーズンを終えた。2019年の NPB レギュラーシーズン開幕3日前に、浜谷、広志大との交換トレードで、地元球団の東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。仙台大学出身の選手としては、 初めての入団で、背番号は59。NPB では、平成時代最終日の4月30日までトレードが新たに成立しなかったため、熊原と浜谷の交換トレードが、平成最後のトレードになった。移籍後は、6月2日に千葉ロッテマリーンズとのイースタンリーグ公式戦に2番手投手として、登板すると、吉木久保優也との継投による9回ノーヒットノーラン。 達成に貢献し、最も長いイニングを投げた熊原に白星がついた。6月12日の大東京ヤクルトスワローズ戦で先発投手として自身2年ぶりに一軍公式戦へ登板。右手の中指が血行障害に見舞われたことから一軍での登板機会はこの試合のみでシーズン終了後の11月21日に右手中指監視血管の剥離手術を受けた。 2020年には一軍公式戦への登板機会がなく、イースタンリーグの公式戦でも1試合で1イニングを投げただけにとどまった。レギュラーシーズン最終盤の11月5日に、球団から戦力外を通告。12月2日付で自由契約選手として NPB から公示されたことを機に現役を引退。楽天最終年の2020年初頭には引退後に、 深山神社で神職に就く意向を示していた。実際には、官主の資格を得るまでに長い期間を要することや、仙台大学へ進学する時点で実刑が、ジップから神職の継承を決めていたことなどから、当面は一般企業へ勤務する。最速時速1 5 2トルのストレートを軸に、落差の大きなカーブ、縦の高速スライダー。 フォークなどの変化球を織り混ぜる投球スタイルで DNA 入団後の2017年からはチェンジアップとシンカーも用いていた仙台大学2年時の冬に独特の投球フォームを体得左足を一塁側へ引いた状態で三塁方向へ投げ出すようにへそのあたりにまで高く上げてから投げることによって速球の威力や変化球の精度が向上したこのフォームは 実家が神社であることにちなんで、神主東宝と名付けられた。中学生時代に憧れていた野球選手は自身と同じ宮城県出身の吉木。大学生時代には自分と同じく細身で、高校時代までは無名だったにもかかわらず、即球派の右腕投手として、大学球界で才能を開花させたという理由から、道県及び仙台六大学野球出身の岸高幸や、 日本福祉大学出身の朝尾拓也を目標に挙げていた。騎士は埼玉西武ライオンズを経て2017年から楽天に在籍しているため、2019年に楽天へ移籍してからは、翌2020年に現役を引退するまで騎士のチームメイトになっていた。高校卒業時には、当時官主であったジップから、官主を継ぐべく新職養成所に通うことを勧められた。 本人は仙台大学で野球を続けることを主張したため、家族会議で進路を何度も検討した末に、一般企業へ勤務する長男が19代目の管主を引き継ぐ意向を表明。ジップが当時保有していた2台の自家用車から1台を売却することによって、進学に必要な資金の確保に目途がついたため、仙台大学への進学を決めた。 2015年ドラフト会議の当日に放送されたドラフト緊急生特番お母さんありがとうでは再現ドラマや当事者のコメントを交えながら以上の経緯が紹介された DNA との仮契約の際には契約金の一部で両親に向けて乗用車を購入することを公言しているありがとうございます